待って。出ました。でもうええってそういうの。え、これ何？え、これ何これマジで。今のガサガサなんだよまず。俺らじゃない。超奥の場所からガサガサって。ガサガサ。うわ。トイレですね。個室トイレ入ってから全然空気違う。超怖いけど。やばいやばいやばい。見して。なんで。あ、治った。あ、治った。大気にだけ見えないなって。本当だ。石平。なんか捉え物もあるぞ。絶対やばいやつやん。めっちゃ怖い。ちょ、分かったよね。何なのそれ。あ、気味がなくなってきたね、こっちについて。追ってきたのはどうやら別なの。え、多分橋の奥、まだある。え、まだあるのこれ。なんか道変わったね。本当だ、ちょっと道の性質が変わってきたよ。うん、整ってきたな、なんかこれ、前兆か。前見えない、怖い。前真っ暗。こんだけ明るすのまに。え、うわっ、うわっ、うわっ、待って。もう濃いのあった今。見て。あ、もうやばいな。街灯も名前やばい。ゼロ。ゼロで。これマジやばい。これはやばい。ちょっと見てみて。このやばさ。え、これ待って、これ。うわ、全然真っ暗だな。出たやつだよ。うわ、でも光れないと全然。え、大丈夫？正義やばい、正義やばい。え、大丈夫？大丈夫です。うわ、うわ、これちょっと久々に来たな。うわ、これガチのやつ。これやばいぞ。やばいぞ。うわ、この落とし。え、待って。俺今、一番近くいるけど、とすぐそこまでコンクリート、あと土、全部。土？あ、そうなの。全部土。これ。うわ、ほんとだ。でも中からもう、あ、もうマジの手掘りだ。ここ見て。この辺の水の。ここです。これだったんだ。しょうがなかった。逆からなんです。そう、もう年古すぎて逆。あ、ほんとだ。そう。じゃあ、マジで。俺ここ3人で行くわ。正義は危ない。正義抜き。あんな急にお前さ、えずくことある。ない。おかしいでしょ。異常すぎる。グッドパーで分かれましょう。はい、じゃんけん勝ったチーム3人。じゃあグー、じゃんけんぽい。はい、よいしょ。じゃあ3人。はぁ、ごめん。お前何負けてんだよ。うわカメラ撮って、マジだ。いやいや、たぶん回したかもしれない。ちょっとこれ、待った、カメラ待ってる。待って。いや、今マジだったよ。ガチだったな。いや、ガチだったな、今な。待って。やばかったな。ちょっと、とりあえず離れよう。これ、ナイト。これ、ナイト。たぶん、音、映像わかんないけど、音は取れてる。頭おかしい。これ、やばいな。いや、頭おかしいし。いや、普通にちょっと危機を感じた、今。今、なんか、ガタガタガタみたいな。なんかもう、土とかの、そういうことある。え、絶対やばいで。うわ、え、ちょっと今敏感になってるから、やばい、無理だ、やばい、マジこれやばい、マジこれがまずい。この静けさよ、何もなかったらね。急にドーンとこれなる、普通。いや、今のやばいっしょ。やばい、いや、ちょっとおかしい。あれじゃない、このガラガラ一輪車みたいな、そう、運ぶやつのバーンってぶつかったとじゃん。第三のトンネル、ちょっとえぐいわ。あの物音してから急にいろいろすごい。なんかさ、女の子じゃないか。どうじゃないぞ、これおかしい。じゃあなんか悲鳴の声、悲鳴みたいな。動物じゃねえよこれ。こんなん動物なわけない。急に増えすぎ、マジで本当に。大丈夫これ。待って、これやばくない。え、おい、これ違う、絶対女の声。いや、男でしょ。男？帰りましょう。いや、帰ろうぜ。帰ろう。多分誰も止めるやついないから。帰ろう。待ってるんでね。
待ってるんだよ。勇者がいた、勇者がいた。ややこしくしてちゃんと伝えたい俺は。頑張ってんですそれは。本当にそれは。みんなで行かないっすか。一緒に行こう。もう別れたらやばいことになりそう。確かにこれ一緒に行った方がいいかもしれない。別れたら危険すぎるときも。これなんかマジでやぐいな。本当にやばい感じわかる、うん、このもう胸がギュッてなる感じ。トンネルとかの聖書症みたいな、うん、どんどん狭くなってる感じ。この意外と広い。広いね。下さすげえもう砂じゃない。そうだね。砂、土じゃねえんだよ。砂なんだよ。やっぱ埃だな。あんま終わるな。短いって見たかったけどこの先がやばそうだよ。どうしよう。なんか一個足音多い気がした。やめて。え、めっちゃぼやける、めっちゃぼやける。そう。めっちゃぼやける、めっちゃぼやける。こっち向いて、向けて。治ってる。治ってる。これ何なんなん、まあ、一応今、怖すぎて全員で往復しましたけど。はい。帰りはじゃあ、2、3で。でも往復じゃないから、行くだけだから。スマホの撮影がやばいって言われてるんで。もう構えながら見物していた人がいるんですけど、トンネルの、うんうん、トンネルの中を通っていたところ走ってこっちに突っ込んでくる男性の姿が入っていたという。縦で1個取っときましょう。縦3人組が1個取っときます。あなたたちからよし、行ってきます。やめろお前。いや待って、あのさあ、そう、その明かりないとめっちゃ怖いわ。怖い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 、ほんと怖い、ほんと怖い。でもライトだけじゃやばい、うん、ほら、一個足音多いって。嘘、全然聞こえないんだけど。マジ一個足音多いから俺らがここ産むじゃん、うん、それポンポンってくるんよ、足音。終わりました。終わりました。はい、マジ怖い。いやもうね、二人とかね、行っちゃいけないよ。やばいやばい、ほんとにやばい。なおさらこれで一人とか行ったらマジ、うん、まず通ったぞ。嘘、しょうがない。今何か通りました、僕らの目の前。早くあの3人が来るのをちょっと待ってますね。待ちましょう。我々も出発しましょうか。行くか。うわ、何この体勢。初の試みじゃん。怖い。スマホで撮るより。まあ、てかさ、ちょっといいか。どうした？赤いの何これ。本当だ。めっちゃ赤いな。これ。あの橋と同様、そう、ただのシミとは思えないんですけど、これ、この赤に。うん、マジか。やっぱ定期的にするんだよな、やっぱ足音とか。行きますか。じゃあ行くか。ああ怖い、本当に怖い。やばくね、今日ね。スマホの映像がちょっとね、すっごいよこれ。縦取りやばい。ゆっくり歩いて、怖いよ。早い、怖いって。これスマホの臨場感やばいことになって、タブが珍しくビビって挙兵掴んでる。怖い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 。こんな感じですね、明かりをつけると。ちょっといいよこれ。あ、やっぱくねくねしてるから消えたんだよ。やっぱよかった、それでよかったよ、ね、なるほどね。パッて消えたの。俺らだって新スポ、こういう新スポ行って噂通りのことしてちゃんと起きてるから、それが。え、仕事に起こってるんです。じゃあもうそれ怖いからやめて。面白くないぞ。これ何か映ってそうだよ。こっちに映ってそうだよ。画質おかしくねえって、なんか iPhone11 なんだ。11ってもっと綺麗なはずなんだよ、うん、クソクレイ。そうし、ちょっと荒い画質がまた。こんなライト当ててんの、もう終わり。終わるね。 あいつらの光が見える。うん、じゃあこれが今だからいいけどっていう話なんだよ。見て見てね、本当にそれいつもそれだもん。で、編集しても気づかねえんだよ。今はないかもしれないけどさ、アップ後に入ってんじゃん。あということで、おのおとし隧道第3トンネルですね。はい。
無事終わりました。車戻りましょう。戻りましょう。戻ろう。ちょっとね、すぐに忙しすぎる現象が。頭がつかない、マジで。まあ、また何か起きれば、うん、一応急遽回しますけど、それまではちょっと一旦戻ります。はい、はい、はい。感想は車の中で述べますので。はい。行きましょう。行きましょう。はい、今帰りの途中で、はい、もう一応含めね、帰りは一応、この赤い吊り橋取らないといけないんですけど、はい。はい、女の声しましたね。したね。俺も聞こえたぞ。あ、マジ？マジ？ほっほっほっ、うん、ほっってやつ。感じが聞こえてた。こっち？うっそ。こっち。マジ怖がってんの。電気消してみる。やっぱ電気消したらやばいよ。これ、うん、この感じ。ちょ、ナイトショットも消してみる。うわ、見えな。こんな感じよ。ナイトショット消して。何も見えないからね。うわ、真っ暗、やべえ。照明消す。電気消すとさ、めっちゃ揺れない？マジ。そう、ね。わかる。電気わかるわかる。わかるわかる。電気消すとめっちゃ揺れる。帰ってきました。はい、お疲れ様です。あー、やっと帰ってきた。疲れたよ、俺。疲れた、ほんと疲れた。一箇所目にしては多すぎたな。変更ありすぎかもしれない。リアルに3時間かかってるでしょ。うん、大輝さんから感想をね。一番俺が印象深かったのはトンネルあったじゃん、土の手彫りの。手彫りのやつね。あったね。さあ、あん時の何回も聞こえる声、入る前だ。あれ何だったの、ね、何あれ、ね、俺は男の人の悲鳴っていうか、うん、結局帰りなかったしね。そう、うん、そうなんだよね。なんであの場だけあんなずっとなってたの、ね。一番怖かったのは、一番初めの吊り橋かな、俺は。吊り橋？なんか、足ドンってやられたみたいな。そう。一人だけ亡くなった女性に呼ばれていたのかもしれない。やばいって。そうそうそう。これもちょっと疑ったし。みたいな。てか、俺と大輝が気づきすぎだし。うん、めちゃめちゃ気づくよね。濃いよ、みたいな。割とね、俺も吊り橋が一番怖くて、第二トンネルで、俺と恭平と大輝が女の声聞こえたから、それも結構怖かったし、うん、まあでもやっぱ橋かな。俺なんせ雲の背当たってるから、橋。あ、そうだ、そうだね。まあ俺は、待機時間からの吊り橋の時の正義と、女性のその〇があったんだろうなって納得するよ。な感じだったから俺、うん、女の人の声も聞いてた。本当に女全振りみたいな感じ。そう、もし本当だとしたら、まあ、中間地点なわけよ、あそこって。いろんな霊がいるんだろうなみたいな。で、影も見えてるし、うん、そう、リボンだけ影見えてる。そう、影見てたね。尋常じゃないスピードで動いてたから、でもまた違う霊があそこら辺うようよしてるんだろうなみたいな感じはした、ね。うん、俺もやっぱ第二トンネルと吊り橋の中間の時のやっぱ足音、水の滴る音とかなのかなって思い聞かし言い聞かせてたけど、一切そういう音ないっていう。なのに俺とリボンこの中間にいる時にバカみたいに足音聞こえてる。マジで？また？待って、今もうやばい、蹴るわけなんだ今。ちょっと待って、ほんとやばくない？カサカサカサつってるよね。普通にコツコツしてる。見せないですけど、電波がなくて見せれないですねみたいな話の時に、いきなりそのトンネルとかから落とし始めて、タイミングがね、そう、マジで。で、女の人、その時女の人の声も正義しか聞こえてないんだよ。俺リボンの声と被って女の声聞こえたの。そう。SS と SSS どっちかって感じだね、間。まあ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 、うん。SS は絶対言ってる。うん、確実。ワンチャン SSS。これなんでかっていうと、もう本気で身の危険を感じるぐらいヤバいって思うのが SSS なんですよ。うん、一応僕たちの中では。はい。その感じが、あの第三トンネル手彫りのところ、うん、あの時はもうあったもんね。本気でヤバいと思った。もうヤバいと思った。ガツンってきた時に進めなくなって、俺ら5分ぐらいあそこでくっちゃべってたぐらいだから、うん、ちゃんと帰ろうとしたもん、うんうんうん、あのガツンなんてこと、もう説明つかないから、ね、うん、あれ意味がわからない。意味がわかんない。なんか第二トンネルみたいな、ああいうなんかさ、変な感じの金属みたいなので覆われてんだったら分かるんだけど、うん、そう、もう土しかない。そう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 、あの音はやばいね。あれちょっと一番あったね。彼のあの、なんか動物なのか男なのか分かんないけど、うん、ずっと、ね、ずっとなんほんとあそこからだもん、あの音、みたいな、ずーっとなってて、それ、意味分かんないな。出張ホラー一発目にしては濃すぎましたね。ああ、いいね。すぎ。まあ皆さんが楽しんでくれればよししましょう。はい。チャンネル登録、今回よろしくお願いします。お願いします。次2箇所目、行ってきます。行ってきます。行ってきまーす。ここに鳥っておかしくない？おかしいよね。しかも鳥居の奥にやっぱりそういうのがある。うわ。うわ。これだ。変な筋が出てる。いや、待って待って待って。待って、やばいよこれ。